坂井のりこは、日本の女優、歌手。サンミュージックプロダクション、オフィスニグニーバに所属した後、個人事務所、株式会社スマイルを設立し所属。愛称はノリピー。堀越高等学校卒業。1986年にアイドルとしてデビュー後、自らをノリピーと名乗っていた。同時に、ヤッピー、いただきマンモス、売れ、ピーといった独特の言葉の、 ノリピー語も流行させた。デビュー当時のキャッチフレーズは、おキャンナレディ。1971年、福岡県福岡市生まれ。その後、埼玉県山山市のおばの家で小学校、低学年まで育てられ、ジップの再婚に伴い、福岡へ戻り、福岡市立大名小学校を卒業。父はその後、再再婚。福岡市立舞鶴中学校時代には、 ソフトボール部に所属し、中学校3年生時の1985年夏には、9番右翼種で、福岡県大会に出場し、準優勝している。1985年10月、全国応募総数54,129名の、オーディション企画、86ミスヘアコロン、イメージがあるコンテストに出場、グランプリは、水谷真理が受賞したが、堺には、 ボム、賞が授与された。当コンテストには本来このような賞はなく、芸能事務所、サンミュージックの専務が酒井を見染め、彼女の才能を試してみたいとの希望で急遽、用意されたものであり、このような経緯で、酒井の芸能界デビューは決定した。同年12月、福岡市から上京した酒井は、サンミュージック社長、藍沢秀貞の自宅での下宿生活を始め、 学校も東京都内の中学校に転校。堺にとって初めての仕事として、テレビドラマ、春風一番への出演が決定。1985年年末からその収録に参加する。同時期に雑誌、マ、ま、マっコに登場し、モモコクラブのナ、no. ンバーワン482となる。1986年4月29日、同志が開催したイベント。 86モモコパーティーにおけるオーディション第2回ミスモモコクラブでミス VHD 賞を受賞した酒井は同年11月21日に VHD ソフトヤッピーを発売し本格的にデビューを飾った VHD ソフトを用いたアイドルのデビューは世界初であったまたこの作品では彼女が初めてレコーディングをしたお願い ダーリンが挿入歌として使用されている。テレビでは同時期放送開始の TBS 系、モモコクラブにレギュラー出演し、番組の中心メンバーとして人気を博す。この時期から、酒井は自身をノリピーと自称、同時にノリピー号を用いるようになった。翌1987年2月、男の子になりたいでアイドル歌手デビューし、 オリコン最高6位と最先のいいスタートを切る。同年の新人賞レースには数多く参戦し、旗ダリエ、立花りさ、ベーブ、坂本冬美との激戦を繰り広げた。また、第18回日本歌謡大賞では、ノレ・ナ・イティーンエイジで、最優秀放送音楽新人賞を受賞した。ザベスト展では、 酒井直筆の歌詞がそのままテロップになって表示されたこともあって、変態少女文字を書く、新人類と言われたこともあった。アイドル時代、堺の活動は多岐にわたり、芸能活動のほかに、イラストレーター、漫画家としても活動し、少女漫画雑誌、週刊少女コミックに漫画の連載を持ったこともある。中学生の頃に自ら生み出したというキャラクター、 のりピーちゃんは日本自動車工業界の交通安全ポスターにも使われた。また、そのキャラクターグッズも自身のショップ、のりピーハウスで販売されて人気を博し、当時のタレントショップブームの一翼を担った。1988年7月、富士山の八合目の山小屋にグッズ店、のりピーちゃんハウスを開店。日本一標高の高いタレントショップとして、 話題となった。1991年には5合目の山小屋に富士山2号店がオープンしている。同年、ノイリピーハウスレーシングチームというチーム名で N1 耐久レースにも参加し、チーム監督として坂井が着任していた。タレントとして伸び悩んでいた坂井は、1990年当時、日本の芸能界が目を向けていなかった台湾での活動をはじめ、香港、 中国本土など中国語圏各地においても日本での評価以上の人気と知名度を獲得。中国語歌唱による楽曲も発表した。1992年5月には初めての海外公演として台北市でのコンサートを成功させた。1998年には中国の中国商編社が発行する音楽情報誌。 音像世界5月号に掲載された同年3月分のランキングで1位に登場し、同志6月号では表紙を飾った。微笑みを見つけたを中国の標準語による歌詞でカバーしている。関東語バージョンは、はじむずい音の歌による、ちワが総んも。1993年、脚本家の野島真嗣に引き立てられ、主演したドラマ、一つ屋根の下、続いて1995年に、 星の金貨が立て続けにヒットする。同ドラマの主題歌となったシングル CD 青いウサギは自身初のミリオンセラーの大ヒット曲となりデビュー9年目にして初めて第46回 NHK 紅白歌合戦に出場した。ドラマでの役柄に合わせて坂井はこの楽曲を NHK 紅白歌合戦史上初めて日本手話を交えて歌った。 1996年3月には、個人事務所 N コーポレーション設立、ママ母とともに取締役に就任した。同年、続、星の金貨にも引き続き主演を務め、ドラマ主題歌のシングル CD、鏡のドレスもヒット作となった。その後、結婚、出産を経た境は、育児と女優活動を両立、2003年には、 伊藤忠商事とサンミュージックが設立した洋服ブランド PP リコリノのプロデュースを始める。さらに、日中文化スポーツ交流年文化親善大使となって様々なイベントに参加し、当時の内閣総理大臣安倍晋三とも面会、また最高裁判所政策による裁判員制度の PR 映画、真理に主演するなど芸能人としてのステータスを高めていた。 デビュー当時、堺のニックネームは、中学校時代からのあだ名と同じ、ノリッペであり、ノリピーは、自身が、イラストで描くキャラクターの名称であった。また、堺の独特の言葉遣いを、ノリピーごと称した。ほどなく、ノリッペと、ノリピーが混同されるようになり、堺自身が、ノリピーを自称するようになった。また、ノリピー名義で1988年7月6日に、 企画シングル、ノリピー・オンドもリリースしている。ノリピー5については、後年、20歳を超えた頃からに使わしくないと思うようになったと、本人がテレビ番組で語っている。また、当時の事務所社長、藍沢秀貞は、ノリピー5が、堺を売り出すための戦略だったことを明かしている。1998年12月、当時プロサーファーだった、高荘雄一と結婚。 同時に妊娠3ヶ月であることも公表され、井は翌年7月17日に長男をハワイ州で出産した。3前産3後休業を取っていた井は2000年に芸能活動を再開。しかし、同年7月にはデビュー当時彼の担当マネージャーが芸能事務所社内で自殺するという事件が発生した。井は育児と女優活動を両立。 堺を前面に出したファッションブランドをプロデュースし公的イベントにも参加していたが2009年には夫と共に覚醒剤取締法違反事件を起こし両者とも有罪判決を受けるに至った事件翌年の2010年1月堺は介護士や音楽療法士を目指し創造学園大学ソーシャルワーク学部ソーシャルワーク学科介護福祉コースに入学 E ラーニングを 主とした勉強を始めたが、2013年3月に、並行している。2010年6月には離婚調停を経て、夫との離婚が成立、遺写料はなく、長男の親権は境が得た。2009年、覚醒剤を所持、使用し、逃亡を図り、当時の夫である、高想と共に、覚醒剤取締法違反で、東京地方裁判所から有罪判決を受けた。 この事件では、テレビ局が、報道特別番組を放送、警察庁長官が、事件に言及するなど、世間の注目を大いに集めた。また、堺は事件前、同年に始まった、裁判員制度紹介のための広報映画、真理に主演するなどしていた。堺の逮捕8月3日、夫が、東京都渋谷区の路上に駐車中の車内で、 覚醒剤を隠し持っていたところを逮捕される。堺井も警視庁渋谷警察署から任意同行を求められたが拒否。自宅マンションから大量の荷物を持ち出し、コンビニエンスストアや量販店で食料品や飲料水、衣服、下着などを購入。自家用車で逃亡を企て携帯から警察の位置情報が判明。山梨県美濃町に報道陣が集まる騒ぎとなった。 8月7日、夫が酒井の覚醒剤使用を供述。警察は酒井の自宅から微量の覚醒剤と酒井の唾液が付着した吸引具を発見、酒井への逮捕令状容疑を取った。その翌日の8月8日、酒井は警視庁富坂分庁舎の組織犯罪対策5課に出頭し逮捕された。8月28日、 検察は覚醒剤取締法違反で堺を起訴。それを受けて、サンミュージックは堺とのマネジメント契約を解除。所属レコード会社のビクターエンタテインメントも堺との契約を解除した。その後、堺は事件前、滞在先の天見大島のホテルで覚醒剤を吸引していたことも判明。覚醒剤取締法違反で追起訴されている。同年9月17日、 保釈保証金500万円を納付し、それまで拘留されていた東京湾岸警察署から保釈された酒井は警察署の玄関前で謝罪、さらに同日東京都内の女水会館において記者会見を行った。酒井は同年10月26日に東京地方裁判所で始まった刑事裁判で起訴事実を認め、夫と離婚して覚醒剤を断ち切りたい。 芸能界を引退し、介護の仕事をやりたいなどと述べた。この後半は世間の関心を集め、裁判傍聴の抽選には20席の傍聴席に対して6615人が参加するなど、330倍の倍率は日本の刑事裁判史上最高となった。その後、酒井は懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を受け、検察側、 弁護側とも控訴せず刑が確定した。ただし、約束した介護の仕事をすることはなく、また執行猶予が切れた後も芸能活動を継続している。なお、この事件では、興味本位での報道が加熱したため、放送倫理、番組向上機構が警告を行った。2010年12月18日及び25日放送の t b s 系。 情報7デイズニュースキャスターに VTR 出演。12月3日に発売した自助伝食材の PR で本と同様事件当時の共闘を振り返る内容になった。18日放送分は境にとって逮捕後発のテレビ出演となった。2011年中国金属大使のキャンペーンとして中国に招聘されイベントに出席した。 2012年11月の復帰時に事件の際に全所属事務所サンミュージックが約5億円の損害賠償を肩代わりしたことが明らかになった。2012年9月27日に12月から上演される舞台に主演することが発表。役柄は信長の妹をしを演じることとなった。同年11月23日に執行猶予期間終了。 翌24日に復帰会見を行った。2013年1月、中国ネットサイトの年度文化、ファンション賞、アジア最注目女優大賞。5月29日には23日に病没した、仙台社長、藍沢秀貞の告別式にも参列。敵の悪い不良娘で申し訳ありませんと冷然に、詫びた。2013年10月、サンマのまんまにゲスト出演し、 バラエティ番組にも復帰。2014年、今井正幸の舞台、手を繋いで帰ろうよ、シャングリラの向こうで、に出演予定だったが、所属事務所オフィスに軍い話が、直前の1月16日になって、事態を申し入れる。代役は、高橋明日香。2016年9月22日、16年ぶりの、正式なコンサート。 坂井のり子サ 30th a n n i v ー r s コンサートを開催し、2017年2月14日には、26年ぶりのバースデーイベント、坂井のり子サ 30th a n n i v ー r s a r y f i バースデーバレンタインファンミーティングマイナスを開催した。2017年10月には、5年ぶりの主演舞台、うんちゃんにに出演。2018年1月20日、18年ぶりの香港単独コンサート、 ウェルカムバック、堺井のり子ライブイン香港を開催。2018年7月18日、ブルーシーグリーンランド財団の子供の健全育成大使に任命された。2019年3月15から16日、海外初めてのディナーショー、堺井のり子ディナーショー、台湾ツアーを開催。2019年7月13日、 ミスユーサカイノリコ香港ミュージックシェアリングライブ2019を開催。2021年2月5日公開のうつせみの森に主演。女優復帰してから初めての映画作品で、映画主演は2008年の裁判員制度 PR 映画審理以来13年ぶり。2014年に撮影され、2015年に公開予定だったが、公開前に制作会社、 ニューウェーブが倒産し、オクラ入りの危機を乗り越えての公開となった。2021年4月30日、所属事務所オフィスニグニーバを退所。個人事務所、株式会社スマイルを設立。オリジナルアルバムファンタジア、ノリコパートアイム冒険、ノリコスペシャルグアンバレ、ノリコパートツーラブリータイムズ、ノリコパートスリーブルーウィンド、ノリコパートフォー、 アイディアー、ノリコパート、V ホワイトアール、ポジョリコパートシック6、V、エヌビター、ポジョリコパートセブン、マジカル、モンタージュカムパニー、ノリコパートエイトマンモス、ノリコパートナインあなたが満ちてゆく、ノリコパート x 十ソングス、ノリコパートクソングス、ノリコパートシースガオスノーフレークスワークアウトファイン、ミニアルバムカバーアルバムベストアルバム企画アルバム美賞、我がまなみ人形共演ちさと、エリックソンとデュエット曲、 ウエンチサト収録エージアンコレクション97エージアンツアースペシャルエージアンコレクション98アジア2000ワーズオブラブコンピレーション1995年1996年2004年2012年この記事は以下のカテゴリーでも参照できますラブレターに関するカテゴリーさよならを過ぎてに関するカテゴリーオーライに関するカテゴリー幸福なんて欲しくないわに関するカテゴリー 微笑みを見つけたに関するカテゴリー。あなたが満ちてゆくに関するカテゴリー。誘われてに関するカテゴリー。横顔に関するカテゴリー。ラブリータイムズに関するカテゴリー。マイディアーに関するカテゴリー。この記事は以下のカテゴリーでも参照できます。センチメンタルベストに関するカテゴリー。あなたが満ちてゆくに関するカテゴリー。これぞ。酒井のりこベストセレクションに関するカテゴリー。ありがとうございます。